おかっちがまだみんなに話していないことが一つだけあります。多分誰にも言ってないと思う。俺も決まってピーターソックスを作った、はい、今日はその通り。これなぜピーターソックス、この学校をおかっちが作ったのかっていうことを話したいと思います。実はおかっちは関西で一番頭がいい同志社大学法学部っていうところに入学して、そして大学を卒業してからは業界で世界ナンバーワンのイギリスの会社に働いて、そこのイギリスの会社で営業成績が全国ナンバーワンになってハワイ旅行を3回行きました。でそれだけ優秀だったおかっちが30歳の時に全てを捨てて会社辞めてアメリカに行ってこの学校を作ったの。その理由はなぜか、ね、この話を最後まで聞いてくれたら自分が本当に、ほんまに本当にやりたいことを見つけて自分がやりたいこと、好きなことを仕事にできて、そして毎日が楽しくなります。だから今から20分ご視聴聞いてもらえたら嬉しいです。はい、という感じでやっていきたいんだけど、早速質問。なんでおかっちが全てを捨ててこの会社ピーターソックスを作ったのか分かる人いる？ちょっと不真面目でもいいから、不真面目に答えてもいいから、分かる人いる？はい、ありがとう。はい、実はね、おかっちね、お金持ちだったの。だって世界で一番の会社に勤めたからお金もたくさんもらってた。それでもその会社を辞めた。その理由はこれです。これです。はい、やりたいことじゃないから、はしたいから、あるから、諦めないから、諦めるとなくしたとしないから。その通り、これだけなんですよ。おかっちが30歳の時に会社を辞めて全てを捨ててアメリカに行って、そして和歌山に帰ってきてこのピーターソックスを作った理由はただ一つだけ、やりたいことを諦める、そんな子供をこの世からなくしたかった。なぜそう思ったのか。おかっちがずっとやりたいことを諦める子だったからね。あ、サーカスのゾウやって、みんなわかる？ゾウさん、これね、おかっちこれおかっちな、おかっちね、サーカスのゾウさんだったんだよ。みんなの質問です。サーカスのゾウ、このサーカスのゾウの話したことあるから知ってる子がいるかもしれないけど、サーカスのゾウ、ちっちゃいゾウを買ったとき、ちっちゃいゾウやで、買ったときに一番最初にすることって何かわかる？何？手やるで、わかる？はい、あ、いいね、それ、そう、それなんで、はい、ありがとう。ね、この前もその話したけど、その通り、サーカスのゾウ、ちっちゃいゾウ、赤ちゃんのゾウを買った時に一番最初にすることは鎖でつなぐことです。ね、ゾウさんを鎖でつなぐ、ね、でもね、赤ちゃんだからでっかいゾウだったら簡単に鎖はちぎることできるよ、でっかいよ。でもね、ちっちゃい赤ちゃんのゾウさんはそのね、鎖を引きちぎることできへん。力がないから。でも何度も抜け出ようとするんだけど、何度もやろうと思うんだけど、こっから抜け出ることはできません。そしてでもゾウさんはずっとちっちゃいんじゃなくて、どん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 大きくなっていく。大きくなった時はこの鎖を引きちぎる力を持っているんです。で、いつでも引きちぎって自由に好きなところに行ける。でもその大きくなったゾウさんはそれしない。なんでかわかる？はい、吉野さん。なんかちっちゃい頃にビヤンって分かってるから、うん、その通り、ちっちゃい頃に何回も努力して無理やと思っている。頭でどうせ無理や、自分には無理やって思っている。でも抜けてる力があるんだよ。でも頭の中で無理やって思ってるから自分がやりたいことをしなかったの。おかっちはまさにそう。おかっちは鎖で縛られていました、ね、まず小学校の時は親の鎖ね、はい、親の鎖、お父さんとお母さんにこういうふうに言われていました。中学
受験に落ちたら あなたはダメになる。わかる？中学受験に不合格になって落ちてしもうたら、あなたの人生は台無しよ、ダメになるよ、絶対幸せになれないよって言われてもらっちゃうな。わからへんやん、子供やから。絶対不幸せになるんかと思ったから、中学受験に出てめちゃくちゃ一生懸命に頑張りました。やりたいことを我慢して。だっておかっち、マンションに住んでいたの。マンションの7階に住んでいて、パーンってこう外を見たら広場があるの。その広場の下ではね、ソフトボールやったりドッジボールやったり、みんなでお団子作って楽しいことやってんねん。でピンポーンって言って、大ちゃん遊ぼうってみんな誘ってくれた。でもおかっちの横にはテキスト、教材がいっぱいあるの。これ今週中にやらないと怒られんの。今週中にやらなかったら中学受験に合格しない。だから誘ってきても断っていました。自分がやりたいことがあっても全部断っていました。だってやりたいことよりもやるべきことがあったからね。やりたいことよりもやるべきことがあったんですね。それが宿題であったり勉強であったり塾行くこと、こっちが大きかったりやるんだよね。これが小学校の時のおかっちの鎖。そして中学受験に合格して、でその時の中学高校の鎖はこれ。友達だよね。友達がおかっちをしまってて、友達がな。はい、これはみんなの言う通りにしないと、嫌われる。こう思ってて、おかっちはね、みんなの言う通りね、みんなが例えばさ、あの洋楽って分かる？アメリカの音楽を聴いてて、みんなおかち全然アメリカの音楽好きじゃないね。日本の音楽が好きだった。でもみんなが聴いてるから、僕もアメリカの音楽好きって言わないと嫌われるって思ってるな。おかちはサッカー嫌いやって、でもみんながサッカーやってサッカーやろうって言われたから、本当はバスケやりたかったけど、でもサッカーやったんや。だからやりたいことじゃなくて、みんなが求めていることであったり、やるべきことをやってて、自分が言いたいことを我慢して、やりたいことを我慢して、友達に鎖を縛られてて、自分が抜けてられへんかったよ。そして大人になったら、会社に行ったら上司、そして社長、ね、社長がおかっちを縛ったのね、社長。これは簡単だよね。ノルマをできなかったら、首ね。ノルマっていうのは、おかっち会社で働いてたから、1ヶ月に例えばね100万円とかを売らないといけない。病院の先生にお薬を買ってくださいって言いに来ます。それを買ってくれないって言ったら怒られる、上司、そして社長に、ね、それができなかったらクビになる。だから自分がやりたいことよりもやるべきノルマをやらないといけないんだみたいな感じ。わかる？こうやってお母ちはちっちゃい頃はお父さんお母さんに受験落ちたら不合格になるよっていう風に縛られて、自分がやりたいことをできへん、抜け出られへんかったし、そして中学高校に行った友達の言う通りにしないといけないんだ。自分は思ってることを言ったら嫌われるのが一番つらかったからね。だから友達ずっと愛想笑いとかある？本当に楽しくないのに笑うこと愛想笑いっていうね、やったことあるかな。おかっちそればっかりやってた。で、怒ったらダメやと思ってたから、怒ることは禁止で愛想笑いやっててん、ずっとな。中学の時ね、みんなの言う通りにしないと嫌われる。で、こうやってずっと鎖に縛られてたら、ゾウさんでどうなるんやったっけ。ゾウさんが力を持ったとしても、その鎖からは逃げようとしないのね。中学高校でもうずっと縛られてたから、自分には無理やで。自分はやりたいことよりもやるべきことをやらないといけないし、どうせ無理だってなったんやね。自分なんて無理やで。ゾウさんも一緒やで。な、ゾウさんも薬を何回もトライして受け出られへんかったよ。ゾウさんな、ケイコな、無理やで。じゃあ諦めて、どうせ無理だで抜け出る力があんねんで。でもずっとそれやってたら、どうせ無理やでなるわけや。で、大人になってこれよな、社長に言われて、ノルマを達成しないとクビになるって、完全に鎖縛られてる。
ほんまは別にノルマ達成せんでもクビならへんかったかもしれん。でもおかっちもう縛られてるから抜け出られへん。で、その結果おかっちはどうなったか、いいですか。その結果どうなったか、お金持ちになりました。ね、会社に車を買ってもらえた、お家も買ってもらえた、で、ボーナスは200万ぐらいもらえた。で、お金持ちになって会社の上司から褒められた。みんなにすごいね、だって1万取ったもん。1万取ったから褒められるやん。で、ハワイ旅行取ったって言ったらお父さんとかお母さんにすごいねってみんなに言われる。友達にもな、みんなに褒められて、みんなに認められて、みんなにすごいねって言われて、でお金持ちになった。で、いい会社に就職して、いい大学に行った。でもおかっちはその時に人生で一番不幸せやって。不幸せってわかる？不幸ってこと、楽しくないってこと、喜びがないってこと、ずっと悲しいってこと、ずっと辛いってこと。なんやろこれ、わかる？その時に実はおかっち書いた日記持ってきました。え、25歳の時におかっちが書いた日記です。はい、残ってるね、これ。お金持ちでやったけど、はい、読みます。僕は脅迫されている。結果を出さなければ、ノルマを達成してしなければ、みんなに仲良くしてもらえない。だから結果を出すために毎日毎日全力で走らなければならない。いつまでこれをやらないといけないんだろう。だ、助けてよ誰かみたいな。わかる？だっておかっちはノルマを達成しないと人間として生きていかれへんと思ってたよ。みんなに嫌われると思ってて、会社に居場所がなくなって出て行けって言われてて、な、そう、そういう風になってしまう。そしておかっちは笑うことができなくなった。ずっと毎日笑顔の練習してて、みんな寝たことあるかな、鏡あるやん、鏡の前でずっと笑顔の練習するねんかけピーって。で、そうしないと笑われへんくなったんや。わかる？みんな楽しかったら笑えるやん、みんなそうやん、楽しかったら笑えるやん。でも何が楽しいとか何が嬉しいとか自分の気持ちが分からなくなったんや。そして苦しくなって、みんなうつ病ってわかるかな。うつ病っていうのはもう死にたいと思う病気になってしまいました、おかっちはね。で、その時に初めて、25歳の時におかっちは初めて気づいて、マリカちゃんな、初めて気づいた。それは今まで僕はやりたいことじゃなくてやるべきことをやっていた。自分の心がここにあるのに、自分の心が何を求めているかじゃなくて、お父さんに言われたこと、お母さんに言われたこととか、友達が言ってきたこととか、周りの上司とか社長が言ってるこっちの声をいっぱい聞いていて、聞いていてね、自分の心の声を全く聞いていなかったなって。自分が楽しいなと思うこととか、やりたいと思うことはやらずに、やらずに、周りがやってください、やってほしい、お願いしますっていうやるべきことをずっとやっていたから、自分の心が自分で分からなくなってね。だって自分は外の声を聞いてる、外の声を聞いてる、外の声な、外の声を聞いてるから、自分の心の声が見えなくなっちゃってな、見えなくなっちゃって、だからこれはあかんと思って、これはあかんって思ったから、おかっちは決めて、おかっちは決めて、決めて、何を決めたかというと、周りの声はもちろん大事やで、お父さんとかお母さんとかみんなのためを持ってちゃんと叱ってくれるし、アドバイスしてくれるやん、それは大事。先生の言うことも大事だし、友達言うことも大切にしなあかんと思うな。もちろん上司とか会社のこともな。でもそれと同じぐらい、もしくはそれ以上に、自分がやりたいことというか、自分の心、気持ち、自分の気持ちを自分で聞くこと、自分で聞くことがめっちゃ大事やなと思って。おかっちは今までお父さんが言う通り、そして友達が言う通りやってきたけど、そうじゃなくて、僕は何がやりたいかっていうことを感じることが大事だと思って、そこから決めたの。おかっちって何がしたいんだなって。で、その時に見えたのはこれやってません。な、その時に見えたのはこれ。その時のおかっちみたいに、鎖で縛られてる人って結構多いんじゃないかと思って。その鎖を解いてあげて、やるべきことじゃなくて、その人がやりたいことをやってほしいから。だから自分がやりたいことを我慢するんじゃなくて、やりたいことを行動するとか、やりたいことをやってみるとかして諦める、そういう子供をなくしたいなって思う、ね、だ
社会に出るのは教育が大事なんだよね。教育をしてなかったらできへんの、それ使われへんから、教育をして、まずみんな、ここにいるみんなが自分が何がやりたいのか分からなかったら無理やんか、まあ、自分が何がやりたいのかを見つける力とかね、やりたいことを見つけて、次は自分の頭で考える力とかで、自分で考えたことを実際に行動して作ってみる、まさにこの子供ラボでやってることね、自分があれやりたいっていうことを考えてみんなで作るっていうこと、これができたらみんなが社会に出た時にやりたいことを諦めないんじゃないかと思ってる。だから会社辞めて、会社辞めてアメリカでそれを勉強してこのピーターソックスを作りました。でこのピーターソックスっていうのは学力じゃなくて人間の力を育てる学校、ロボットじゃなくて人間を育てる学校です、ね、はい。ということで最後に一つだけメッセージ、最後に一つだけメッセージね、もうここのここに全て書いているんだけど、ここの感じるっていうことをめちゃくちゃ大事にしてほしいなっていうことです。はい、感じる、自分の心の中にアンテナを立てるということ、わかる？昔のおかちは自分の心の外側にアンテナを立てていました。お父さんが求めることを聞いて、友達が求めること、外側にアンテナを立てていたら自分の内側が分かんなくなって、だからそうじゃなくて自分の心の中にアンテナを立てて、自分が何が好きなのかなとか、何が嫌いなのかなとか、何がやりたいのかなっていうのを自分自身が感じることがまず大事だということを一番伝えたい。で、人間が成長するためには3つのステップです。これだけ、人間が成長するの3つだけ、感じると、考えると行動する、この3つだけなんです、人間が成長するための方法な。自分がこんなことやってみたい、もっとやりたいっていうふうに感じるよ。それ感じたことをどうやってやるのかなっていうふうにみんなで考えて作戦を練る。作戦を練るだけじゃなくて、それを実際に行動する。で、行動した後に、あ、もうちょっとうまくやったらよかったなっていうふうにもう一回感じて、考えて行動する。このサイクルをぐるんぐるん回していくことでできることは何かわかる？そう、やりたいことが見つかるし、みんなの個性ができる。個性ってわかるかな？自分だけ持ってる。その通り、あなたにしかない武器、それが個性です。個性、この感じる、考える、行動するができてなかったら個性はできません。おかちがそうだったな。おかちは自分で感じるっていうことじゃなくて、周りが求めてることをやってたから自分の感じる力は小さくなった。そして自分で考えるんじゃなくて、お父さんがこうやった方がいいよとか、友達がこうやった方がいいよって言ってたから自分で考えてはいませんでした。だから考える力も弱くなって、そして自信がないからどうせ無理やと思って行動する力も弱くなった。な、感じる力と考える力と行動する力がどんどん弱くなったから、おかちには個性がなくなった。個性がなくなったからやりたいことがわからなくなった、ね、でもちっちゃいうち、今の君たちが自分が何が好きなのかって感じる、そしてそれをどうやってもっと楽しくなるかなって考えて、それを実際に行動する、それをぐるんぐるんやってたら個性ができる。個性ができるから自分がやりたい仕事が分かって、それを考えて形にできるから、やりたいことを仕事にできるというふうに僕は信じています。はい、ということで、最後のメッセージとしては、自分の心の中にアンテナをつけて、やりたいって思っていることを、好きだなって思うことをまず感じる、で感じて考えて行動する、これをみんなと一緒にここでできたらいいなと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。